豚バラと白菜のミルフィーユ鍋を作ります。白菜5枚のうち1枚を用意し、豚バラ薄切り肉 250g の4分の1量を乗せ、塩コショウ少々を振ります。同様に合計4回繰り返し、最後に白菜を乗せて重ねた状態で4センチ幅に切ります。水 300cc、 和風顆粒だし小さじ1/2、醤油大さじ1、塩コショウ少々を鍋に入れて混ぜましょう。先ほど重ねたものを敷き詰めて火にかけ、ふつふつとしてきたら蓋をします。弱火で10分煮たら完成です。ぜひお試しください。白菜のミートラザニアを作ります。白菜4分の1個は食べやすい大きさに切ります。芯の厚みのあるところは削いで、厚みを均一にしましょう。芯と葉の部分に分けます。ボウルに牛乳大さじ1、パン粉大さじ1を入れて浸し、豚ひき肉 200g、 溶き卵1個分、塩小さじ1/3、胡椒少々を加えて粘りが出るまで混ぜましょう。別のボウルにカットトマト缶1缶、塩小さじ1/3、コンソメ小さじ1/2、胡椒少々を入れて混ぜ合わせ、トマトソースを作ります。鍋に白菜の芯を重ねるように敷き、肉だねをのせて敷き詰めます。餃子の皮をのせて、同じ工程を繰り返しましょう。白菜の葉を重ね、トマトソースをまんべんなくかけます。ローリエ1枚をのせ、中火で煮立たせて、蓋をして弱火にし20分ほど煮ましょう。ローリエを取り除き、ピザ用チーズ 50g をのせ、再度蓋をしてチーズが溶けるまで蒸します。パセリを散らしたら完成です。ぜひお試しください。白菜とベーコンの重ねシチューを作ります。白菜5枚とロングベーコン4枚を交互に重ね合わせます。3センチ幅に切ったらお鍋に敷き詰めましょう。コンソメ小さじ1、水 200cc を加えて熱し、煮立ったら蓋をして弱火で10分煮ます。耐熱ボウルにバター 20g を入れ、600ワットのレンジで1分加熱したら、薄力粉大さじ3を加えて混ぜ、牛乳 200cc を少しずつ加えて混ぜ合わせます。600ワットのレンジで2分加熱したら、一度取り出して混ぜ、もう一度600ワットのレンジで1分加熱します。お鍋の蓋を開けてホワイトソースを加え、中火で2分ほど煮ましょう。塩コショウ少々を振り、味を整えたら完成です。ベーコンの旨みが染み出した白菜たっぷりのシチュー、ぜひお試しください。